書き出しを行いたいと思います。ライブラリーで写真を一覧しているときにダブルクリックすると大きく見れます。今埋め込まれたプレビューが出ているので一旦クリックしておきます。そしてこれを書き出したいと思ったときに2つあります。画像の中でマウスの右クリックをして書き出しを選ぶか、画面の左下に書き出しというところがあります。これをクリックします。右クリックでも同じものが出てきます。この時に書き出しを選びます。大事なところは、書き出し場所、ファイル設定、画像のサイズ調整が大事だと思っています。この書き出し場所っていうのは指定できます。クリックして見てみましょう。特定のホルダー、元の写真と同じホルダー、ホルダーを後で選択。いろいろあります。今回はデスクトップを選びます。そして、サブホルダーに保存っていうのは、どういうことかというと、チェックを入れて、まず、書き出し練習というホルダーを作ってくださいねと、こういうケースにしました。デスクトップに書き出し練習というホルダーを作って画像を入れてくださいっていう指定をしました。ファイル設定は画像形式ですね。クリックしてみましょう。JPEG とか PSD いろいろあります。目的に合ったのを選びましょう。今回は PNG をクリックします。カラースペース、ビット数はデフォルトでもいいと思います。画像サイズの調整。これリサイズのことですね。メールで送るとか、いろんな時に縮小したいとか、そういう時に使います。今回チェックは入れません。ということは、元のサイズになると思います。ローの6000、僕のは 6000×4000 ピクセルなので、そのままいくと思います。できたら書き出しをクリックします。そうすると、左上のここですね。1個のファイルを書き出しっていうのがあります。終了するのを待ちます。今終わりました。一度ライトルームを閉じてみます。デスクトップに書き出し練習というホルダーができています。この中に画像が入っています。プロパティを見てみると 6000×4000 リサイズなしですね。元のサイズのまま PNG ファイルとして書き出されました。閉じます。次は右クリックから書き出してみたいと思います。右クリックして書き出し。ここクリックですね。書き出す場所。デスクトップ。名前を変えてみましょう。書き出し練習1にします。そして、今回はファイル形式を JPEG にします。画質 60%。最高画質でいいと思います。画像のサイズ。一度チェック入れてみます。そして、指定ができます。短い方を2160。これは写真では比率が変わってしまうのであまり使わないと思います。長辺。ここを例えば640。ブログなんかに使うところですね。解像度はこのままでいいと思います。これで一度書き出してみたいと思います。デスクトップへ書き出し練習1というホルダーの中にこの画像を書き出すということですね。JPEG で長い方の辺が640。クリックしてみます。
書き出されました。デスクトップを見てみましょう。そうすると、ここに書き出し。これは先ほどの書き出しの、これは先ほどの書き出し練習。今回が JPEG に変換した書き出し練習1というフォルダーのですね。見てみましょう。ファイル名は同じなんですが、プロパティを見てみると、640×427 でリサイズされて出力されています。これでブログやホームページに使う画像ができたわけです。じゃあ次は、例えば現像の時ですね。現像、何らかの修正、変更、加工した場合ですね。例えばこの場合、モノクロに変換しといて、これを出力したいと。この時は、左下には書き出しがない。もう右クリックで、書き出しですね。書き出しを選びます。書き出したい場所、デスクトップ。サブホルダーに保存。ここを、モノクロとしたい。モノクロとしましょう。そして、JPEG。サイズは変更なしで行く場合はチェックを外します。書き出しを押してみます。左上のバーが進むまで待ちます。書き出しが終わりました。デスクトップを見てみましょう。そうすると、デスクトップにモノクロというフォルダーができています。モノクロのフォルダーの中に書き出し、モノクロに変換した JPEG ファイル、リサイズはなしですね。6000×400 で出力されています。これが書き出しです。ありがとうございます。次は何枚かまとめて書き出したいっていう時は、ライブラリーですね。ここから一つ選びます。選択されました。キーボードのシフトを押しながら、ラブと1,2,3,4,5,6,7、8枚が選ばれました。8枚書き出したい。ここですね。そしたら、ここに888。デスクトップにサブホルダー888って付けてくださいね。JPEG で OK ですよ。PNG にしましょう。で、ここをサイズを640ですと。長い方640ですということを指定して書き出してみましょう。そうすると、今、この8枚が書き出されてます。しばらく待ちます。終わりました。デスクトップに8888というフォルダーの中に写真が8枚入っていれば OK ですよね。見てみましょう。888というフォルダーができています。中を見てみます。そうすると、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚あります。ファイル形式は PNG に変換されています。リサイズもされて 640×427。これもですね。これが連続した書き出しになります。連続した書き出しパート2を行いたいと思います。ランダム、これ、これであると思うんですよね。これ、これ。こういう場合は、一つ選んで、キーボードのコントロールを押します。そして、押しながら、書き出したいのを選んでいきます。こうすると、ランダムに選ぶことができます。試してみましょう。書き出しをクリックします。じゃあ、ここは、念のため、ランダムので789っていう名前を付けます。ここはもう任意の名前が付けれます。PNG、ビデオ、ファイル形式は PNG を例えば JPEG に。ということで、リサイズはなしということで、
元のサイズと同じということで書き出します。書き出しをクリックします。もうすぐですかね。終わるまで待ちます。今終わりました。閉じて、一旦閉じて見てみましょう。そうすると789というホルダーができています。見てみましょう。ランダムに書き出されています。これでいろんなところに使っていくということですね。ありがとうございました。